ボサノバ。ボサノバ、ボッサ、ノーバは、ブラジル音楽の様式、ジャンルの一つである。ボサノバと表記されることも多い。ノとはポルトガル語で、新しい、とは、流気、コブを意味する。従ってとは、新しい傾向、新しい感覚などという意味になる。なおという語は、すでに1930から1940年代に、黒人サンビスタなどが、 サンバ音楽に関する俗語として、他とは違った独特な質感を持つ作品を作る人に対して、あいつのサンバには坊サがあるなど使い、それらの楽曲をなどと呼んでいた。1950年代後半、リオデジャネイロのコパカバーナやイパネマといった海岸地区に住む白人、中産階級の学生やミュージシャンたちによって生み出された。 ブラジルでのヒットのきっかけは1958年にアントニオ・カルロス・ジョビン作曲、ビニシウス・ジ・モラエス作詞、ジョアンジェル・ベルとかギターによるシェーガ・ジ・サウダージ、放題、思い溢れてのシングルレコードによってである。ただしこの時点ではボッサノバという呼び名はまだ生まれていなかった。サンバやショーロをはじめとするブラジルの伝統的な大衆音楽、特にサンバ・カンサウン。 をもとに、中産階級の若者たちの求めていた、心地よく洗練された、サウンド、新しい感覚のサンバとして成立した。ボサノバをジャズの一種と見るなど様々な見方もあるが、少なくとも、本来のボサノバは、サンバの一種であると定義される。その出現は、ブラジルのポピュラー音楽を革新し、その後世界中の音楽シーンに広がっていった。 なお一口に、ボサノバと言ってもミュージシャンによってその作風は多様で、例えば公的には、上記1958年のがボサノバ第1号と言われるが、それより、以前の1953年、ジョビンビニシウス作品で、ジョニー・アルフが歌った、話題、心優しい青年を、真のボサノバ第1号とする説もある。アルフの場合はジャズに影響された作風を持っているのが、特徴で、 ジョアン・ジルベルトなどとは明らかにスタイルが異なっていることが理解できる。1964年にブラジルにおいてカステロ・ブランコ大統領による軍事政権が誕生するとカエターノ・ノベローゾやジルベルト・ジルなどのトロピカリアムーブメントなどにより愛や自然を歌う者から体制を批判する者に変化していった。軍事政権は1964年から85年と 長期間にわたって、ブラジルを支配した。1950年代中期、リオデジャネイロに在住していた若手ミュージシャンたちによって、創始された。ボサノバ誕生の中心となった人物として、作編曲家のアントニオ・カルロス・ジョビン、トム・ヨビン、歌手で、ギタリストでもあったジョアン・ジルベルと、ブラジル政府の外交官にして、ジャーナリストも兼ねた、異色の詩人ビニシウスジ・モライスらが挙げられる。 ボサノバの誕生には、ジョアンが、幾かもバスルームに閉じこもって、ギターを鳴らす試行錯誤のせい、それまで苦いスタイルのギター奏法を編み出すことに、成功したという逸話が残っているが、その際、変奏的なジャズや抑制された曲調のサンバである、サンバ・カンサウン、1950年前後に発展した、バイア州周辺で発展したバチーだという、ギター奏法の影響は、無視できない。 彼を中心とするミュージシャンらの間で、1952年から1957年頃、ボサノバの原型が形作られ、発展したものと見られている。1958年、ジョビン作曲、モライス作詞の思い溢れてが、当時すでに人気歌手であったエリゼッチカルドーゾーによって、レコーディングされる。その際、ジョアンジルベルトがバックのギターを演奏するが、エリゼッチの歌い方は、 ジョビンやジルベルトが目指す音楽とは、かけ離れたものであった。そこで、同年ジョビンがレコード会社を説得して、ジョアン・ジルベルトが歌う同曲が録音、発売されボサノバブームの幕開けとなる。音楽のジャンルとしての、ボサノバという言葉が生まれたのは、ジョアン・ジルベルトや、ナラレオンのアパートに集まる、他のアマチュアミュウエ自ンが参加した、大学でのコンサートである。 誰が書いたかは不明だがそのコンサートの告知として掲示板に書かれた言葉が若者たちの間で広まったとされる。1959年には1957年にジョビンとモライスが古代イギリシャのオルペウスの神話を題材にして企画した劇を元にしたブラジルフランス合作映画黒いオルフェマルセル・カミュ監督の劇中として多くのボサノバが使われ 世界にその存在を知らしめた。また1962年11月21日には、カーネギーホールで、ボサノバのコンサートが行われ、ジョアンジル・ベルト、カルロス・スリラ、セルジオ・メンデス等が出演。1962年、オーガスト28、1962、ジャズとボサノバを初めて結合したアルバムが、アメリカのジャズ・サックス奏者、ズート・シムズによって、 ニューヨークで録音された。ずっとシムズ、ニュービート・ボッサノバ、ボリューム1。1963年には、ジョアン・ジルベルトが、アメリカのジャズ・サックス奏者スタン・ゲッツと共演した、ボサノバアルバム、ゲッツ・ジルベルトが制作され、アメリカで大ヒット。特にこの中で、ジョアンの当時の妻、アストラット・ジルベルトが、英語詞で歌った、一般デマの娘は、 爆発的な売り上げを記録し、アメリカの大衆に、ボサノバを浸透させた。しかしこのアルバムのために、アメリカの大衆は、ボサノバは、ゲッツの創始になるもの、ボサノバを代表する歌手は、アストラットという極端な誤解をしてしまったとも言う。アストラット・ジルベルトは、歌はそれほど上手ではなかったが、歌心があり、聴衆にアピールする力があった。この時期には、キャノンボール・アダレや、 ポール・ウィンター等のジャズミュージシャンも、ボサノバに特化したアルバムを発表している。以後の一時期、アメリカでは、ボサノバナンバーに、英語詞を付けたものが、ポピュラー歌手によって盛んに歌われた。だが、その実情は多分にエキゾチシズムを帯びた一家的な、ものとして消費れた感が強く、歌唱や演奏のあり方も、本来のボサノバからは、かけ離れたものであった。 その傾向は日本においても共通した傾向である。この本来のボサノバとボサノバ風のアリュー音楽の並立はその後も長く続した。戦後における都市文化の乱熟期にあったブラジルには若く才能あるアーティストたちが輩出し、ボサノバは1960年代初頭に流星を迎えた。ブラジルで1964年に起こったクーデターによる軍事政権樹立と それに伴う強圧的な体制は、リオの勇敢階級のサロン音楽的な傾向のあった、ボサノバを体調させる主因となった、ともされ、セルジオ・メンデスなど、決して少なくないボサノバたちが、ブラジル国外へ、反亡命的な形で去り、アメリカやフランス等世界のミュージックシーンに足跡を残した。抽象的、強弱的な傾向のあったボサノバの歌詞も、 体制批判など、政治的な内容を含んだものが少数現れた。例、ナラ、レオンのアルバム、ナラが自由を歌うや、マルコス・バーリのアルバム、ビオラ・エンド・アラーダなど。これらは、ボサノバのカテゴリーから外して捉える。批評家も多い。1960年代半ばには、セルジオ・メンデスブラジル66が、マシケナダのヒットを放った。ポルトガル語の曲が、 アメリカでヒットしたのは極めて稀な例である。1960年代中期以降、ブラジルの大衆音楽のムーブメントからは外れていったものの、1970年代から現代にまで連なる MPB、ブラジルの大衆音楽と呼ばれる、よりエスニックな新ジャンル創生の母体となり、その影響は今なお続いている。そして、世界各国のポピュラー音楽に、 多大なしさを与えてもいる。特に、フランスやベルギーなどのヨーロッパ各地では、イザベル・アンテナや、クレール・シュバリエなど数多くのミュージシャンによりオマージュされた作品が発表されている。1950年代、60年代に作られた多くのボサノバナンバーは、爽快さ、親しみやすさから、今なお、スタンダードとして、世界各国で聴かれ、歌唱、演奏の題材として、 頻繁に取り上げられている。有名な曲は、モライスの死とジョビンの曲になる、イッパネマの娘が挙げられる。21世紀のブラジル本国では、オサノバは主に白人の中流層以上で教養の高い人々を中心に好まれる音楽で、あまり大衆的な音楽ではない。また、年齢層が高い人が聞く昔の音楽という、イメージもある。若い世代は、 欧米のロックやポップスを好むため、あまりボサノバは聞かれていない。しかし、日本では現在でもボサノバのファンが特に多いと言われる。これは日本で中産階級が増えたことが大きい。また、これとは別に2000年頃からのカフェブームに関し、カフェ店内で流す音楽として、ジャズ等と共にボサノバが多く取り上げられたということもあり。 比較的身近なジャンルの音楽とみなされている傾向にあるとも捉えられる。このため日本国内でボサノバの古い音源が CD でリーシュ集再発売されることが多く、ブラジルでも日本や欧州のマーケットを意識して CD をリリースして輸出することもあり、ブラジル国内よりも日本の方が音源を入手しやすいという状況にある。2003年にはジョアン・ジルベルトが70歳代で、 初の来日公演を行い、話題となった。ボサノバで、必ずと言っていいほど用いられるのが、ナイロン弦のクラシックギター、ブラジルでは、ビオラウンと呼ぶである。ピックを使わず、指で奏でる。その最も純粋なフォームは、ジョアン・ジルベルトが示したような、ギターと、ボーカルだけの演奏においてよく見ることができる。もっと大きな、グループ演奏でのジャズライクなアレンジメントにおいても、 ほぼ必ずギターが使われ、ギターが潜在的にビートを鳴らすのが特徴的である。ジョアンに代表されるように、ボサノバにおけるビオラウンの基本的なリズムは、親指がサンバの基本的な楽器である鋭のテンポを一定に刻み、他の指はタンボリンのテレコテコというシンコペーションのリズムを刻む。このボサノバ独特のギター奏法は、叩き合わせる、またミックスするという意味を持つ。 バチーダと呼ばれる。ギッターほどではないが、ピアノももう一つのボサノバにとっての重要な楽器である。ジョビンは、ピアノのための曲をよく書き、彼のレコードにおいて彼自身がピアノを弾いて、レコーディングした。このピアノはまた、ジャズとボサノバをつなぐ架け橋としても用いられ、ピアノのおかげで、この二つのジャンルが、相互に影響を及ぼす結果となったと言える。ドラムとパーカッションは、 ボサノバにおいて本質的な要素の楽器ではない。そして事実として制作者たちはなるべくパーカッションを削ぎ落とそうと考えていたが、ボサノバには独特のドラムパターン及びスタイル、バックビートが確立した。これは8分音符のハイハットの連打とリムショットによって特徴付けられている。これはサンバのタンボリンのリズムであり、リムはテレコテコを代用した音である。 ボサノバには美しいオーケストラの伴奏が用いられるというのがエレベータミュージックやラウンジミュージックなどといった北アメリカ的なボサノバのイメージである。しかし、ジョビン自身のレコードでそういったサウンドを耳にすることはあっても、それ以外の多くのボサノバレコードではあまり聞かれない。ジョビンのレコード作品の多くはボサノバ半中を超える作品であったため、このような誤解が生まれたと考えられる。 ボサノバの曲の中でスタンダードとなっている曲を以下に列挙する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。